はい、こんにちは、浅井です。今とある出来事の影響で誹謗中傷が非常に話題になっていますね。で、その出来事自体について触れるっていうのは、まあ、ちょっとデリケートな話になると思うのであんまりしないのと、あと誹謗中傷っていうものの是非については、これはもう話すまでもなく悪いこと、これは当たり前の話なんで深くは喋らないんだけど、今回僕が話すことっていうのは、僕自身が過去にネット上で実際に誹謗中傷を受けた時のこと、どういう状況だったかっていうのと、まあ、僕がどういう気持ちになったか、そしてどんな風な対応したかっていう経験談を話してみようかなと思います。約4年前、2016年の5月頃ですね、ツイッター上で当時相互フォローだったとある方のツイートを見て、僕が不愉快に感じてしまって、その人のフォローを外したっていうことがあったんですね。流れとしては、当時お互いにパズドラをやっていたんだけど、その方は以前からツイート内容がかなり攻撃的でトゲがあったので、僕がその方に対して不穏になるようなツイートはできるだけ控えてほしいですっていうことをね、言ったことがあるんですね。けどそれにもかかわらず、その方が攻撃的なツイートをやめる様子っていうのがなく、これはもう話が通じない人なんだなと思って、その方のフォローを外しました。するとその方は、僕が何のことづてもなく一方的にフォローを外したっていうことが非常に気に入らなかったらしく、相互フォローで亡くなった後もいろいろと不満を漏らしていたようだったんですね。なので僕はその瞬間は、まあ別に俺何も悪いことしてねえじゃんっていうふうに思っていたんだけど、相手が僕の行動に対して不愉快に感じたのであれば、それは自分にも悪いところがあるだろうというふうに思って、改めてその方に対して謝罪も兼ねて、どういった考えでフォローを解除したのかっていう説明をしたんですよ。ブロックはされてなかったからね。で、説明をすると、相手の方は、自分も申し訳ありませんでした。お互い直せる部分は直していきましょうっていう内容の返事が来たんで、僕はそのことを信用して、これでこの件については終わりだっていうふうに思っていたんですね。しかし、その後しばらくして、その方が僕のことをブロックし、その先で僕を誹謗中傷するような内容のツイートをしているっていう報告を別のフォロワーの方から受けたので、僕が別アカを使って確認することにしました。で、すると確かに誹謗中傷ツイートがいくつも見つかりました。まあ、少なくとも殴りたいとか気持ち悪いといった明らかな悪意のあるツイートっていうのが確認できたので、そこから僕はその方のことを監視せざるを得なくなりました。その時の僕に対する誹謗中傷ツイートっていうのがされるごとに、僕はそれを全部スクショを取って集めていってたんですよ。で、結局2016年の6月から12月まで約半年にわたってその行為っていうのは続きました。普段は関係ないツイートをしてるんだけど、時たま僕のことをふと思い出しては悪口を書くといった行為をずっと繰り返していたんですね。で、まあ、正直な話、この手の事案っていうのは当事者である僕がもう無視を決め込んでしまえば勝手に消滅するものだっていうふうに当時は考えていたんで、その方が僕に興味を失うまでずっと我慢することにしていたんですよ。で、そして2016年12月以降っていうのはしばらく僕に関するツイートっていうのは見られなかった。で、それで、ああもう収まったのかなと思って僕はそこでね、一旦監視するのをやめたんだけど、その約4ヶ月後、2017年の4月頃にまたそれが始まってしまったんですね。朝日 TS っていう人間は冗談もネタも通じない気持ち悪いやつだっていう、まあ、そういう内容のツイートをしたんですよね。その方っていうのは当時フォロワーも数千人いて影響力も非常に高い方だったため、その方が僕を侮辱する行為イコール僕の知らないところで知らない人に悪評されるっていう、そういう可能性を非常に脅威に感じて、最終的には名誉毀損で訴えるっていうことも視野に入れつつ、この頃に集めたスクショっていうのを持って警察に相談しました。まあ、僕としてはできるだけ穏便に終わらせたいっていうのが本音であって、もう少しだけ様子を見てまだ誹謗中傷が続くようであれば、まずはツイッターサポートの方に連絡してみてはどうかっていうことだったので、そこからまたしばし監視することになったんですね。すると同年の6月上旬に朝日 TS 事故に遭って死んでほしいっていう
趣旨のツイートをしていたので、これはもう明らかに悪意があると判断して、ツイッターサポートに報告しました。でその結果、利用規約に違反するというふうに判断されたので、結果その方のアカウントっていうのが一時凍結されることになりました。で、その後アカウントを復活して、その後の本人のツイート内容から察するに、凍結の原因っていうのが僕じゃないかっていうことはある程度ね、当たりをつけていたっぽいんですけれども、その明らかな誹謗中傷っていうのは確認はされなかったんですけれども、それをほのめかすようなツイートっていうのはいくつか確認できたので、まあ残念ながら完全に止まったっていう判断には至りませんでした。その凍結っていうのがきっかけかどうかわかんないんですけれども、その翌月に彼はパズドラを辞めて、さらにその翌月にツイッターのアカウントを閉鎖しました。ただまあ鍵垢っていうのは今もあるっていうのはちらっと聞いたことがあります。はい、ここまでが誹謗中傷に関する出来事の話。で、まあ、ここからちょっと僕の所感になるんですけども、正直な話、そのパズドラっていうものをはじめとしたその自分が、持つゲームに対する考え方っていうのが、まあ、ちょっと変わってるんだろうなっていうことは自分でもなんとなく分かっていて、特にその当時っていうのはそのパズドラっていうものが低迷していたっていう、まあ、その事実に対して気持ちっていうのが僕自身も落ちていたっていうこともあって、特定の否定的な意見、まあ、暴言とかも含まれますけども、そういったものに対して抑えが効かなくなって突っかかるっていうことがあったっていうのは、これは自分でも認めているつもりなんですね。いろんな人間がいてる中で今回のことが起こったっていうのも、対極的に見れば自分自身にそういったものに対する体制っていうのがなかったっていうことが原因とも言えるし、その後っていうのはまあできるだけ自分でそういうことは抑えようっていう気持ちは一応持ってはいた。まあ結局その数年後にね、今こうやって YouTuber になって、まあ、モノモース系みたいなことをしてるから変われてないのかもしれないけどね。ただそのことに気づいた最初のきっかけっていうのが、その方との一件であったと思うし、押し付け感っていうのをできるだけ排除しつつ、そのプレイヤーの意識に、まあ、少しでもいい影響を与えられればいいなっていうふうに思って始めたのも、パズドラを語るシリーズっていうね、あの動画だったりもしたわけで、まあ、自分自身もそのプレイングっていうのを視点レベルで修正できるようになった要因なので、まあ、そういった局所的な意味ではその方には感謝してもいいのかなっていうふうに思わなくもない。ただあのここから一番大事な話なんですけど、その後にその方がやったことってただの誹謗中傷、名誉毀損であって、それが本来犯罪であるっていうことも気づかずに1年以上もずるずる引きずり続けたっていう事実が、これが人としてあまりにもレベルの低い話ですよねっていうことなんですよ。なんで俺のことが気に食わないっていうその時点で終わらせることができなかったのかなって、その一番最初に僕がね、その彼のフォローを解除したっていうことに対する謝罪と説明をした時点で、気に入らないことがあったら遠慮なく言っていいよって、真摯に受け止めますよっていうことをね、伝えているんですよ。僕があの時言いたかったことっていうのは全部そこに書いてあったんですね。なのにそれに対して僕のことをブロックして、僕から見えない状態にした上で、そこで気持ち悪いとか死んでほしいとかっていうことを言いたい放題するって、これはもうさすがにもう普通の人間の発想ではないなと、悪質ってレベルじゃないなっていうふうに思ったんですね。名指しで、朝日 TS っていう名指しで殴りたいとか死んでほしいとかっていうふうに書かれた人間の気持ちがわかるかと、いつ殴られてもおかしくないような、そういう恐怖を抱えたまま、そのガンフェスとか感謝祭とかっていうリアルイベント行けるわけないだろうと、なんで俺だけがこんな理不尽なリスクを背負わなきゃいけないんだよって、そう思ってました。しかもそれに加えて、これだけ俺のことを散々に言われて、その彼にもやっぱり仲のいい人っていうのが当然いるわけですよ。でそういった人たちにも、きっと僕のことが伝わって、僕のことをよく知らないんだけども、まあ、そういうふうになんか悪く言うから、そういった色眼鏡で見ていたと思うし、まあ、その時点でね、もう名誉毀損で訴えるっていうことは おそらく状況的に十分できたと思うんだけど、それはねやっぱりね重いんだよ、人を訴えるって。その手続きをするっていうのもそうだし、大事になったら嫌だな、
めんどくさいなっていう、そういう理由ってやっぱり切っても切れないんですね。まあもし彼が今もアカウントを消してなくて悪口を書き続けてたら、それは分かんなかったけどね。当時本人は僕が監視してるっていうことにきっと気づいていたはずだから、アカウントが凍結された時点で何かしらプラスの方向に行くアクションっていうのがあれば一番いいなっていうふうに思っていたんだけど、結局何事もなくその後もうだうだ悪口を言いながら、なんかもうこのことから逃げられたみたいな、そういうふうになったのが、すごく残念でしたね。ことの発端から考えれば、お互いに悪い部分っていうのはあったと思うんですよ。自分からすれば相手が攻撃的なツイートをしてそれをやめてくれっていうふうに言った後も、やめてくれなかったっていうことが、これがもうシンプルに悪いことだと思うし、逆に相手からすれば僕がそういうことにいちいち突っかかってくるのがすごい気持ち悪いっていうことで、そういう印象を持たせてしまったことは、これは僕の落ち度だと思うから、それに関しては自分も反省して謝罪をしたんですね。けどそのことと誹謗中傷することって、これはまるで別問題で、誹謗中傷が起きてしまったら、もうなんかそこで、ああちょっと今回はもうお互いの認識に差異があったね、ごめんねっていう話ではもう済まなくなるのね。なぜなら誹謗中傷は犯罪だから。やっちゃダメなことって法律で決まってるんだ。でそうなってしまった時点で、どんな言い分があったとしても、もう立場がもうフラットじゃなくなっちゃうのね。誹謗中傷した側が地に落ちちゃうの。議論の余地っていうのがなくなってしまう。俺はなんかその俺のことを嫌いだと思っているその考えを直せなんていうことは一言も言ってなくて、それはもうこれまでの自分の行動から考えても一定仕方ない部分はあるなっていうふうに思っています。だけど誹謗中傷をされてしまうと、もうこっちも譲歩しようっていう気がなくなってしまうの。その一人の人間の生活に少なからず影響を及ぼす可能性があるっていうことを本当にちゃんと理解してほしかったですね。とにかくね、怖かった。もう怖いっていう感情が自分の中で、最初にそのことが始まってからもう1年間以上ずっと渦巻いていた。このことに一番答えました。誹謗中傷は本当にダメです。当たり前のことなんだけど、それにね、いざ自分が被害に遭ってみると、これはこれでなかなか、精神的にきついものがあるなっていうふうに思いました。で、そのことは本当に、なんとかほんのちょびっとでもいいから、理解していただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。はい、そんな感じで、まあ今回ね、非常に悲しい出来事があって、それでね、誹謗中傷っていうものについて、考える機会っていうのを皆さんもね、結構持った人いるかなっていうふうに思うんだけども、まあこのことは一つの何か、参考になればいいなというふうに思っています。はい、そんな感じで、本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。まず次の動画でお会いしましょう。バイバイ。